った。前説。前説の練習。さあ、というわけで、ね、始まりましたけども、皆さん楽しんでるかい？はい！えい！まだ乗したか、はい！えい！はい、という感じで、という感じで、という感じです。誰に会いたいですか？誰に会いたいですか？シュート。シュートさん。シュートさん。逃がせない。マイクだ、何立って、もう一本あるの知ってんだから。どうも、はじめまして、宮崎シュートです。はい、ということで、はい、始まりました。始まりました。現場から。はい。初めて。ニコ生初めてですか？ニコ生、あれよ。初めてだよ、こうやってちゃんと出るの。ええ、ニコ生こんな感じでね、ほら、あ、運営コメントにあ DVD が発売したということで、あ、そう、ね、11月4日シュート宮崎、何ですかこれ、シューティングスターですか？シューティングスターズ過去借りって書いてありますけどね、11月4日、11月4日発売ですね。で、プラス、ディボイズ加入しまして、いやもうね、シュート先生は僕より3つ上なんですけどね、まあ、後輩ですから先輩です、ね、可愛がっていただいてますからね、そんなことないですけどね。まあ、こんな感じで稽古しますけど、ね、今日もね、明日昼間から稽古して、ね、まあ、こうやってニコ生が入るということでやってますけども、はい、ね、みんなニコ生興味津々です。稽古そっちのけで、ね、みんなモニター見たりとかしてね、してますよ。舞ちゃんが出たいそうなので、ちょっと舞ちゃん呼びますね。舞ちゃん、もう調子団長にやりました。ちょ、置いていいよ。あ、俺一人だけ。え、ちょっと待って。あ、どうも、真山隆久です。皆さん盛り上がってますか？あれ、俺死んだ？あれ死んだ俺。リュウキリュウキリアハー君の受けをかぶな。いや、ほんと冷えましたね、今日ね、最近あったかかったのに、9月そう思いません？いや、9月あったかかった、半袖でも出れたのに、今日ついにカーディガン出しましたもんね。そういう話してこい、はい、で、皆さん今日の格好はどうですか？ブログですごい。どうですか？あれ、レスポンス聞こえる？レスポンスがね、あ、でも半袖の人いる。うん、長袖すげえ。パーカーね、セーター。青色で、まえちゃん弾幕で、めっちゃいっぱいや。あ、オッケーオッケー。あ、そうか、そういうのできるんだ。この色で、まえちゃん、まえちゃんって弾幕で、まえちゃん弾幕が青いの見せてあげてください。え、やってみたい。青色ですよ。そんなんできるの？青色ね、青色ですよ。もうちょっと。お、すげえすげえ。え、お願いします、お願いします。青ばっかりや。そんなもんかよ。え、こんなできんの？すごいね。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。うわーい、中継の時あれもう終わり？わ、すごくね。すごいよ。めっちゃすごいじゃん。めっちゃ青なっとる。めっちゃ前ちゃん出てる。薄い色とか。みんなありがとう。前ちゃん、前ちゃんアンチの人赤色でって言ってやめてそれアンチとかやる。赤色だったら面白いよ。前ちゃん、前ちゃんアンチの人前ちゃんアンチ、あ、まじ、いや、いるじゃんいいよ、もう。いや、ちょこちょこいいんだよ。そうだよね、そうですよ。もう辛いから変わる。そうですよね、今日小芝さんのファンの方々も見てらっしゃるということで、どうもこんにちは、 D-BOYS です。どうもこんにちは、 D-BOYS です。どうもこんにちは、 D-BOYS です。です、はい、よろしくお願いいたします。お手柔らかにどうぞ。あ、よろしくお願いいたします。お願いいたします、ね、この10分間フリーだということでね、みんなさっきまでわわわ喋ってたんですけど、ね、フリーって言われた瞬間に黙るという特有のものを見せまして、ね、何か誰も稽古しないんですか？誰か動いてください。絵が変わらないので。じゃあやっぱり、じゃあランク
動いて、とにかく動いて、やっぱ絵に動きが欲しいから。これあれだよ、新手の放送事故だよ今本当にだって多いメンバーが座るもんなんだ動いて、ね、動いて、ゆうかさん、そんな動きが放送事故なんだよ。そう、あの、ね、ヒルコの動き。あ、そうね、ヒルコの動きね、あ、まあ俺が見、俺が見え、言って見えんのかね、はい、はい、皆さんから見てですね、画面左側に見えるのが座っている方が演出の岡村俊一さんです、はい、優しく見守っております。はい、でその隣にいる赤い靴を履いた男性が大阪からの資格、こっからが難しい、これランくんです。ね、俺の口癖放送事故ね、はい、ありがとうございます。ね、ね、イケピを呼んでと、あ、はい、あ、ごめん、イケピ返して、こっち、こっちにだもん、こっちにだもん、返しの、こっからそのまんま、こっからか、うん、こっちや、え、こっちのまんま、ジャムジャムこれ、これ、ジャムそのマイクあります。あ、これ、マイク入ってるの、入ってるよ。あ、これ何、全部返しの放送になってるの、放送になってる、あら、じゃあ、いけないこと言っちゃいけないやつだ。あ、そのまんま、こっち向いたまんま、いけないこと言っちゃいけないけど、言いたくないやつだ。こういうことか、やけないや、なるほど、上半身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 、こうないですか、なるほど、これもさすがないですか、これちょっとこれ弾幕何色がいい？ね、ドブ色、ドブ色、ドブ色って何色だよ、ドブ色にして、弾幕を。皆さん、夕日に来ますか。いいな、これ、これ、1、2、ない、ドブ色ないの。あった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 、汚ねえ、汚ねえ色だな、汚ねえ色だな、汚ねえ色、うん、いい、ドブ色ってわかるんだ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ねえ、和田さんっていう人がいるけど、和田さんいないですけどね、今ここに。あ、いいね、いいね、ねえ、イケピー女装ね、小島さん、もう少々お待ちください出てきますから、小島さんが寝起き、寝起きじゃねえわ、小島さん、もうそろそろ出てくるので、皆さんお待ちください。ね、北海道来て、あ、この前行ったよ、北海道、楽しかったよ、最後の最後の汚ねえって、汚ねえ色だって、あ、キューンじゃないんだねって、ちょっと待って、ちょっと待ってて、いいなー、マッソンかっこいいな、はい、キューンです。あ、キューン、キューンというブランドらしいです。池岡さんあれですよね、僕がこの稽古着着てて、あれある日突然見て、その稽古着いいなと思って、同じ稽古着買って、今ズボン同じですよね。あ、持ってこっか、ちょっと待ってて、うん、パクられたんですよ、稽古着を。だから俺ら今稽古場で同じ稽古着で稽古してるんですよ。見事に色違いなんですよ、見てくださいこれ恥ずかしいでしょ、高校の同級生ですよ俺ら前のディースで俺たちディープキスしてましたから ね、うん、ね、めっちゃキスしちゃうな、ね、あ、すげえ、それがペアルックで、これ見てるとあれだ、ペアルックでね、うん、色が違うのが全然わかんないけど本当ね、マジ面白い、一応色違い、色違いなんです、うん、そう、一応色違い、そうなんですよ。 BL じゃねえわあ、 BL、 あ、だってあれ、あ、俺が女の子役で、そうね、そうそうそう、オールメールでディースでやったんで、前回、全然前回ぐらい、そうなんですよ、服装撤去アディダスって、ね、ありがとう、いつもお世話になってます、お世話になってます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、キースキース、ね、それはね、ダメですね、夕日でキスシーンはあるんですか、俺らの、わからない、俺らのキスシーンはあるんですか、それがあったらもうなんかストーリーがわけわかんなくなっちゃうんで、じゃあしようよ、そうそう、双子コーデですよ、ね、双子コーデ、お腹、ね、お腹見せてた、これ皆さん、あ、ズッキーに誕生日祝いたい、そうだ そうだよ、ズッキー、ズッキーさん、はい、ちゃんとほら、みんなにおめでとうって言って、あ、じゃあ、おめでとうって言われるのか、あ、おめでとうございます、あ、書いてあるおお、すげえ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 、おおおお、ありがとうございます、32歳になりましたね、10個上、うわ、すげえすげえ、そう、10個上、10個上、ありがとうございます、だいたい10個下ぐらいです、みんな、そうなんですよ、すごいね、
若い？あ、ランちゃん歌っちゃえばいいじゃん。若かないでしょ。ここで歌っちゃえない。ユウ来たらユウ歌っちゃえない。いいよ、あ、思う存分歌っちゃえない。時間がどうかな。軽くどうぞって。歌詞全然覚えてないから。軽くどうぞ。サビじゃない、サビじゃない。パッチの三好くんがバースデーソング歌ってくれるらしいです。イエーイ。どうしてこれ時間大丈夫だよ。大丈夫だよ。いやいや、もしあれだったらダメだったら勝手に止めるか。どうしてあなたはそんなに目がでかいの。ツイッターに振り回されてる32歳、32歳、32歳。トイレで髪を洗うのはやめた方がいい。風邪をひくし何よりも邪魔でも好き好き愛しい君よ。好き好きどんな時でも好き好きあなたのままで好き好き。ハッピーバースデー。はい、はい、はい、じゃあ今日とりあえず、おしまい、もうおしまい、稽古おしまい、稽古おしまいだ。これからニコ生だ。ニコ生頑張るぞ。頑張りました。頑張っていただきます。始まりました。始まりました。始まったよ。オールスター。オールスター。めっちゃ古かった。ナイス、ナイス、オールスター。いい気持ちですね。鈴木さん。なかなかの時間だ。鈴木さん。お願いします。それで。間に合わせます。間に合わせます。今のお稽古って今のお稽古確かにお稽古っぽい。かわいいなおい。かわいいな。Thank you.
けるまだ今のね、全部楽しみました。